モンルピーノはイタリア共和国フリウリベネツィアジュリア州トリエステ県にある人口約900人の基礎自治体。標準イタリア語及びスロベニア語以外では以下の名称を持つ。トリエステ県中部の内陸にあるコムーネでスロベニアと国境を接する。 コムーネの役場が置かれているコルは、セジャーナの西北西約 5km、県と州とトリエステの約北北東 8km、モンファルコーネの東南東約 24km の距離にある。村域南西部のフェルネッティでは、高速道路 RA14 がスロベニア国境を越え、スロベニアの高速道路 A3 に接続する。スロベニア側には、セジャーナの市街がある。隣接コムーネ。 編集隣接するコムーネは以下の通り、括弧内のスローはスロベニア領を示す、カルソ大一条の村である。コムーネで最大の人口を有する集落は、ソニー規制北部に位置する、レーペン2001年国勢調査時点で人口約440人である。村役場は、ソニー規中央部に位置する、コル、人口約70人に置かれている。 また、西南部にフェルネッティの集落がある。役場が置かれた都市、集落の名がそのまま自治体名となることの多い、イタリアでは少数派の役場所在地名とコムュネ名が一致しないコムュネである。1971年の統計によれば、住民の77.3%はスロバニア系であった。人口推移、編集居住地区別人口、編集国立統計研究所は、 居住地区別の人口として、以下を掲げている。統計は2001年時点。ISTAT は、人口統計上、家屋密度の高いチェントロを浴びたと、密度の低いニュークレを浴びたと、まとまった、居住地区を形成していない、ケーススパースの区分を用いている。上の表で地名が、すべて大文字で示されているものが、チェントロを浴びたとである。印が付されているのは、コムーネの役場、 ヤクショラカーサコムーノリーの置かれている地区である。RA14 のスロベニア国境高速道路コルの集落がある丘の下をトンネルで通過し、東北にスロベニアとの国境を越える。コムーネ内に駅はないが、スロベニア側のドルプリ・ーボーゲルジャの集落にリプンテイバー駅がある。ありがとうございます。